今のとこ先行がね、先行こうって言っていいかよく分かりませんけどね、先行有利な展開が多いから。おーと、なんか変な押しとった。ちょっと別パターンにも期待したいとこですけどね。今ちょっともうトイレ我慢の逆境魂と鋼の意志で配信してますんで、トイレ我慢してるとは思わなかったでしょ。鋼の意志ですわ。はい、ストップウォッチスタート。さあ見ていきましょう。おっと、キラーはハグですね。むさぼられる希望かな、あれは。一気にメメントで減らしてしまおうっていうこと。うわあ、むさぼられない。なんてこったなんてこったさあ、スライスキャベツさんが、クエンティン超罪学かな。箱を開けるのが早くなる。そして箱を開けた時に必ず救急箱が出ると。発見された。タラのかけっこなら生存者有利ね。イカルガさんジェイクで鋼の石、怪我してもうめき声を出さなくなる。シャルさんがクローデットで共感。そしてクラゲさんが、ネアで都会の逃走術ですね。都会の逃走術はいいっすね。しゃがんでたらハグの罠を踏まないので。さあこれはねー、ハグまあ画面の名前でいきましょうか。オチさん、むさぼられる希望、いきなり壊されたのは痛すぎる。でもこれは実際ある話なんでね。ハグは地面にね、おまじないを書くことができて10個まで。それをサバイバーが踏むとびっくり箱のように、自分の幻影が現れると。その幻影の場所がもし自分自身に近かった場合、ワープすることができる。ここで超罪学を生かしてレアの救急箱をゲット。まあある意味早いセルフケアみたいなもんですからね。さあここでクラゲさんがダウンを奪われ釣られる。さあおまじない書いてますね。しかしすぐ近くにいるのはシャルさん。様子を伺う。あっと、そのままシャルさんも見つかってしまった。ちょっと突っかえたが、そのままチェイス開始。これは、あっと倒せたぞ。これはむさぼられる希望のトーテム一瞬で壊された悲しみはあったがいい滑り出しですね。さあ走ってる跡があるぞ。今のボカンボカンはさっきのおまじないですね。おまじないが反応したすということなので、さあでもいいのよと、また別のおもちゃを見つけたからと。おまじないを書いてますね。あ、釣り回数増えてますよ。痕跡を発見。高台から見回す。いないっすね。生存者は何をしてる。
それぞれ全然違う場所にいたみたいですね。さあおまじないを警戒してしゃがみ移動で近づく。助けられた側もしゃがんどかないと反応しますよ。このようにさあ、でも近くにハグがいなければ、おーっといた、ワープしてきた。あーっと助けられない。かばいたかった。できればこれでシャルさんが2回目釣られてしまう。怪我人の位置が分かるクローデットを先倒してしまえば後々楽ですよ。あっと、これもしかして、もしかしてクエンティンが救急箱配ってるんかな。みんながセルフケアを使えるようになるという。クバリンティン、罠はなるべく発動させておくと。さあでもクローゼットが持ってない。さあチェイスが始まってるぞ。ただ、ハグは、おーっと、フェイントをかけた。ここでイカルガさんを釣る。ハグは足が遅いのでね、この、おまじないのワープだったり、さっきみたいなフェイントをうまく生かさないと捉えられないんですが、今のは上手でしたね。だ発電機は順調に進んでるが、釣られる回数も増えてる。そろそろですね、残り発電機2つぐらいになってきたら僕ならちょっと集中攻撃していかないとな、サバイバーの数減らしていかないとなって思う頃ですね。さあ、あの罠の方に追いやりたいという動きですかね。ハグはちょっと視線が低いので分かりにくい。あ、うめき声あるぞ。あーっとどうなる。あーはーっと普通に切られてしまった。これは厳しい。そしてイカルガさんの体力が残り半分を切りそう。残り半分を切ってしまった。切ってしまうと救出に成功しても、もし次また釣られたらその時点で即死。さあこれはオチさんとしてはいい展開。まず一人シャルさんを倒して、まず全員脱出を阻止。チームメイトの、ホロケウさん、ニャンタさん、ピノさんはもう今もう沸き立ってますね。いいぞー言うてますね。さあどうでしょうか。残り3人はその分というか結束が強まってますね。最後の1個の発電機、3人で一気に取り掛かればすぐ治りますよ。それをされたくないので、残ってる発電機のところにおまじないを書いておきたいですね。おちさん、さあ慎重、慎重だ。緊張ですね。
ここはタイムよりも、おっと箱、あーっとでも心音がしてるぞ。木箱を漁る音はキラーにも聞こえる。不用意に漁ると場所がバレるかも。やり過ごしてますね。気配がなくなったので箱を開ける。さあこの箱が鍵だったりしたら激アツですよ。救急キット、これはこれで覚えておこうかしらね。おーっと出た。さあこれ、ここで、あっとワープのボタンを間違えた。今のは痛恨のミス。罠を踏ませたのにワープのボタンを間違えてしまった。おまじないを書くボタンを押してしまった。しかしもう一人いますよ。さあ張り巡らせた罠が生きてくる。罠に追いやってますね。ワープして、あっとしかし板がある。これはイカルガさん板に助けられた形。うめき声は出しませんので、このようにやり過ごすことができるわけですね。これがジェイクの鋼の意志の強さ。いいですね、キャラ立ってるな。そして持っている救急箱で自己治療と。あーっと、その一方でキャベツさんが切られる。残り発電機1個からなかなか進めることができない生存者チーム。あー、ここで地下室、これはつらい。あの地下室にスルスル侵入することができるとしたら、しゃがみ移動が高速なこのクラゲさんですよ。イカルガさんは発電機。あーっと後ろから来てる。おっと変な当て方、これはちょっと難しい。あーっと出口にも罠がある。なかなか地下室に救助に行くのは難しい。さあ、クラゲさんが追いかけられているのでならばということで、イカルガさんが救出に行きますね。体力半分を切る前ならいいですよ。半分を切る前ならギリギリセーフ。あーしかしワープして帰ってくる。あーはっと這いずってしまった。あーこれはやばい、これはやばいぞ、これはやばい。さあどうする、そうこれはどうする、どうしたらいい。テンパル、自分一人でも脱出するべきか、助けに行くべきか。そう崩れになる可能性ありますよ。あーっとこれは厳しい。ハッチで脱出すれば、2ポイント入るので、あーっとこれはもうた、あーハッチがすぐそこにあった。これは行幸、これは大ラッキー。ハッチでの脱出、タイム13分53秒、これはラッキーでしたね。3人やられてしまいましたが、ハッチの脱出、ハッチ
ハッチでの脱出がありましたので、脱出1、ハッチ1で2ポイントですね。なんとか。なんとかキャベツさんチームは、希望をつないだっていう感じでしょうかね。タイムが、13分53秒。時間はだいぶかかってたので、高校でどうなるかですね。はい。お疲れ様です。いや、むさぼられる希望、開始20秒ぐらいで壊されたとは思えない、戦いぶりでしたね。おちさん。さあ、それでは、キャベツさんがキラー。そして、オチさん、ホロケウさん、ニャンタさん、ピノさんがサバイバーで入ってきておいていただけますか？僕トイレ行ってきます。先行は、2人脱出の2ポイント、2人じゃないですね。1人がハッチで脱出の2ポイント。タイム13分53秒と。これは結構気楽にいけるんじゃ、ないでしょうか。さあ、この4人を、スライスキャベツさんがどう倒していくかってことですね。千切りにして、水にさらしてやると。はい、スタート。おーっと、スライスする気満々ですよ、これは。チェーンソーで。この構成は、ルールを決めるためにね、何度かやってた、何度か試しに、試合をしてみてた時に、トワコさんが採用していた不屈カラスヒルビリーですね。とにかく一撃でダウンを奪っちゃうよと。そしてなかなかサバイバーが意識しないカラスでの通知、これで索敵していくというものですね。そして板でのスタンもすぐ復帰しちゃうよという、かなり使いこなせたら強力な編成。さらにこのステージ、トウモロコシ畑はヒルビリーに味方してますね。早速、ドワイトのホロケウさんをダウンつけてるのは絆。そして、ピノさんはクローデットで共感。ニャンタさんが今追いかけられている、パークはしなやか。そしてオチさんが、与えられた猶予、工具箱で建物2階の発電機を修理中ですね。病院とかのステージでなければ、これは強いかもしれない。で、チラッと見えてましたけどね、足が、少なくとも足が血まみれなんですよね。さあ、建物の2階の発電機は直った。ロックオンして、駆け寄ると見せかけて、別の発電機行きますね。あ、しかしサバイバーもいいですね。釣られたホロケウさんを、まあ、ああ、いいですね。とてもいいタイミングで救助。おーっと、しかし見つかってるぞ。さあ、キラー役同士の対戦。おちさん視点でいきましょう。チェーンソーが厳しいと見るや否や、ハンマーに切り替えるのも早いですね。
さあ茂みこれで見失うかどうか。あー見失わない、見失わない方のヒルビリーだ。さあその間にホロケフさんは、あれでもこの鍵は開けられへんやつか。緑ってダメやったっけ、赤と紫が、開けれるやつか。うわー残念。壊れた鍵でしたね。あおちさんが捕まってる。開幕良かったんですが、おっと救出、イノさんが一撃食らって、怪我人が見えてるホロケウさん、怪我人が見えてるというか近くの味方が見えてるホロケウさん、ここでオチさんと合流、とりあえず怪我を治し合うと。さあ展開が早いぞ、これはかなり大変そう。いやー動き方も上手ですね。キャベツさんやばいな。さあこうなったら救助ですね。すぐに帰ってきますよ。さあオチさんが、おっとバッタリでやってしまう。あー厳しい。あーやばいやばいやばい、厳しいぞ、このチェイス厳しい。あーっと板を壊す。さあこれはかなり厳しいと思う。猛獣がついてますんで、うおとりあえず板を倒して逃げる逃げる。おお殺意がすごい。しかし結構時間稼いでますよ。その間に他のメンバーが治療をしてる。さあ板がある、これは板でチェーンソーを壊したいという気持ちを利用し、あーっと裏を突かれた。板をあえて倒さないという選択で時間を稼ぐことには成功したんですが、その後の2分の1引けなかったですね。駆け引き、あーっとここでボカン。発電機残り2つ。この2つの発電機が近いのでこれ相当やばいですね。これのどっちかを次に直しとかないと。さあカラスが場所を知らせる。これは厳しい。チェーンソーをギリギリかわす。さあホロケウさんが重機の上で時間を稼いでる間に救出。おお、あの姿が見える前から振りかぶってるのはもうやばいキラーですよ。あれをやられると反応できない。さあここでエミニャンタさんが追われる。あ今リカバリーはできてるので、あとはこの、さあこの辺はね板がもうないんですよね。板もう全部この辺はほぼ使われてるんで厳しい。
ただニャンタさんはまだ釣られてなかったと思うので、この間に発電機を回せるかどうか。特にあの2つ固まってたやつ。やってますね、やってますね。さあどうだ。これはでもあるかも。1個が治った。さあでもこの2人も結構後がない。あーっとホロケウさんが狙われてる。そしてさあいた。うおー、建物の中に行きますね。そしてぐるっと回る。追いかけてますね。ニャンタさん、釣られてるニャンタさんから引き離すように移動できるかどうか。おっと発電機直った。さあどうなる。あー板がない。さあニャンタさんを、救助。うお、これは熱いぞ。ここでホロケルさんは終わりですね。さあこっから勝負。痕跡はあるぞ。時間も気になるとこですね。ただもう釣られた、あと釣られてしまったらおしまいっていう状況に結構なってたんじゃなかったかな。うまい。この2つのゲート間の移動がね、早いので。あ、いいですね。これは先、うん、もうゲートを開け、うわーっとどうなる。見られたか。見られている。どっちを狙う。おじいちゃんの方、チラッと見える。フェミン、あー怪我してるのにチラッと見えちゃう。ゲートは、ゲート行きますね。さあどうなる。2人脱出できるんじゃないですか。2人脱出すればタイム次第で、タイム次第で勝てますから。さあそのことが頭にあるのかどうか。さあ出口に行きます、行きます、行きます、行きます。脱出。そしてタイムは後で発表しましょう。さあそのことをオチさんが把握してるかどうか。確かにこの状況、確実に勝利するならニャンタさんが死んだ後、オチさんがハッチで脱出すればタイム関係なく勝ちです。さあニャンタさん死んだ。ただでも今のオチさんの動きは救出を狙ってたな。さあここでオチさんとキャベツさんの一騎打ち。これは普通に脱出。いやー激戦でしたけども、激戦でしたけども、これタイムにかけましたね。さあ結果はですね、2人脱出で2ポイントですね。タイムが、一人目が脱出したタイム。キャベツさんチームは13分53秒でしたけども、オチさんチーム、
11分19秒ということで、タイムでおちさんチーム勝利。ですね。いやあと一人倒せるかどうかのねとこでしたね。おめでとうございます。ということでおちさんチームは勝利。いや両キラー本当に強かったですね。排出します。 GG ですねこれは。もうこれはだからやっぱり早い展開にせざるを得ない、そのヒルビリー戦とね、足元の呪術の罠を気にして気にして、そろりそろりとこう動いてたハグ戦のことでこう明暗分かれましたね。おもろいなぁ、おもろいルールやなぁ。